Konnichiwa! Tattodoru Ogui Idol! Mai Kyun Kyun! Moi Azuko to Moi Nazuki desu! Kyou wa Bankara Tantanmen Shinjuku Kabukicho Ten san ni yatte kimashita! Kikan gentei de Strong Ramen toyu ne, chotto Jiro kei mitai na mashimashi kei no ramen ga aru toyukoto de tabe ni kimashita! すごい、がっつり。でも今日もんやつが食べるな。こちら。もんやつバージョンのスーパーストロングラーメン。もんやつもいい。すごい。もう卵がね、すんごい量乗ってる。では、いただきます。わあ、じゃあこのチャーシューかな。 とろとろで甘くて美味しい。溶けちゃった。うん。うん。お野菜が出てきました。 お野菜と背脂とニンニクがもうマシマシ無料なので、背脂を特にマシ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 にしてもらいました。スープはこんな感じで。 気づいたの。お肉1本食べちゃってました。<笑>卵。中が半熟ね、とろとろです。 これ結構たっぷりお野菜乗ってて麺にたどり着かない。今回のおやつは通常のストロングラーメンの約3杯分のラーメンを作ってもらったんですけど、5杯分、7.5キロ、 約7.5キロの5杯分のラーメンを時間制限時間内に食べきったら無料になるそうです。なので自信ある方はやってみてください。スープに浸ったお野菜美味しい。
チャーシューがあっという間になくなっちゃいました。もちもちの太麺です。ちょっと縮れててめっちゃ好きなタイプ。卵の黄身が輝いてます、
ょっと見本で作ってもらった普通サイズの方のお肉も食べたくてもらっちゃいました。完食しました。ごちそうさまです。なんと期間限定で卵油飯というのもあるみたいなので作ってもらいました。これはね、もんやじ用にちょっと大盛りにしてもらったんですけど、普段はもうちょっとちっちゃいみたいです。味がついてるみたいなんで、そのまま、うわっ、うーん、おいしそう。うわー、禁断の TKG です。黒油というお醤油で炊いた背脂がたっぷり乗ってます。ここに卵黄が溶けてめちゃくちゃ合います。ストロングラーメンと一緒におすすめです。もうストロングラーメンマックス約 1.5 キロあるんですけど、5杯食べきったら無料になるというチャレンジをやってるそうなので、我こそはという方は食べてみてください。